相場が今後どのように動くかっていうのは、相場のね、心理、人々の心理、投資家の心理や、そのパターンなどを見て、予想することができるんですよね。はい。まあ、ということでね、ビットコインのね、短期分析からね、20周移動平均線っていう、ものすごくね、重要な移動平均線を割りました。で、この20周移動平均線はどういった移動平均線かと言いますと、これより上にいる際は上昇相場、これより下にいる際は下降相場っていうことがね、わかるんですよね。はい。わかるっていうかね、過去のパターンがそれをね、示してるんですよ。例えばですけど、2017年の上昇相場、20周移動平均線を連続的にサポートとしてホールドして、上昇相場が始まったんですよね。そしてこちら見ていきたいんですけど、20周移動平均線を週足確定で割った後、はい、もちろん反発はありました。反発はありましたけど、その後、大きくね、下落していったんですよね。はい。そしてこちら見ていってください。20周移動平均線をブレイクしてから大きな上昇がね、こちらに始まったんですよ。ただ、割ってから、その後ね、レンジが継続していったんですね。そして、こちら2020年、21年のバブルは20周移動平均線で上にいて、その後下落しました。そして上にいてサポートとしてホールドすることができた後、上昇してきましたけど、割ってからもちろんね、その後反発はしましたが、レジスタンスとして拒否しました。で、一度ね、こちら20周移動平均線で、ね、ビットコインがブレイクしたと思いきや、サポートとしてホールドすることに失敗し、その後ね、下落していくね、パターンもあるんですよね。はい。そして、最近のね、2023年からの上昇は、この20周移動平均線をブレイクして、そしてサポートホールドしたんですよ。そして、その後、上昇をね、継続していったわけなんですけど、まあ、大体ね、このパターンから見てわかることとしては、20周移動平均線より、上にいることによって上昇相場、そして下にいてビットコインが推移することで下降相場が始まることがね、わかるんですよね。そしてビットコインが推移、20周移動平均線をね、割りました。で、この赤が20周移動平均線で、緑が21周 EMA なんですけど、まあ、こちらの赤の線を割ったんですよね。はい。こちらの赤の線を割ったのは、まあ、歴史的に見てもね、あまり良いね、兆候ではないんですよ。で、まあ、強いて、まだ、はい。ビットコイン、私ね、下落すると思いますけど、一応ね、上目線の方に向けて、最後のホープ、最後の希望としては、21周移動平均線をサポートとして、ホールドすることです。はい。例えばですけどね、ここね、20周移動平均線、ここブレイクしました。ブレイクしたんですけど、この21周移動平均線を、まあ、ホールドしたんですね。はい。細かく見ていきたいんですけど、20周移動平均線をブレイクしましたが、21周移動平均線をホールドした。その後、上昇相場っていうかね、反発が起きたんですよね。はい。まあ、そういったパターンもあるんで、まあ、21周移動平均線が、まあ、上目線のね、方々にとっての、まあ、最後の希望との砦となるわけなんですけど、私はこちらね、ブレイクすると思ってます。で、なんでブレイクするかと思ってますと、まあ、20周移動平均線より上ね、しばらくね、推移してました。しばらく推移してたんで、そろそろ20周移動平均線をね、下回ると思ってます。そして、それだけでもなく、マクロ経済も悪いですし、そして、何よりも最も重要なのが、天井を見極める上で重要なのが、上目線の方がどれぐらいいるのか。今現在ね、ちょっとね、引っか入ってきてますけど、まあ、下がったら買い増しだって言ったね、声がね、ほとんどだと思います。はい。ビットコインに対してね、上目線の方がね、ほとんどです。はい。まあ、もちろんそうですよ。ビットコイン ETF が承認されて、今まで、ビットコインが上昇してきていたからこそ、まあ、さらにね、ビットコインがね、上昇するように感じてしまうんですよ。で、これって無意識に人々の潜在意識ね、潜在意識で起こってしまうため、これ仕方ない部分あるんですよ。はい。潜在意識で起こってるんで、自分の無意識の空間の中で起きてしまってる心理なんで、だからこそビットコインが今から上がっていくように感じてしまうんですよ。人間である以上。はい。で、ここでの質問なんですけど、よくされる質問なんですけど、じゃあそれを分かった上で、それを、はい、その無意識だということをミスター・アケンさん分かってると思いますけど、その無意識っていうのはミスター・アケンさんは感じていないのか？っていうことは、私が逆に多くの一般の目線になってるのかっていうね、質問なんですけど、私はその心理を分かった上でのビットコイン下目線なんですよ。だからこそ私ね、ビットコインがこの底打ちの時も、はい、分かることができたんです。そしてビットコインが3万2000ドルをブレイクすることも分かったんですよ。そしてここも、普通であれば上目線になる。なんならパッと見たら上目線になりますよ、私も。チャートだけ見てたらね。そして今のその要因とかね、ビットコイン ETF などの要因などを見ていきますと、シンプルに考えますと、それはビットコインが上がっていくように考えれるんですけど、それじゃまだ一般投資家と変わらないんですよ。買ってる投資家というのは、
99%ではなく 1% の投資家、トレーダーしか勝てないんですよね。ということは逆に言うと 99% の人が負けるか、なんで負けるのか、そこを考えないといけないんです。なんで負けるかって言ったら、99%イコール99%が負けるっていうことは、 99% のトレーダー同じことをしている、同じことをしているイコール同じことをたどっているということは、 99% が大衆だから、大衆はマジョリティ、マジョリティってことは多くの人々、多くの人々イコール X の声などね、そうやって考えていくんですよ。はい、そういうからくりですよ。それを考えていって、はい、それを考えていくわけなんですが、ただそこで難しくなるところは、自分の感情がね、自分の考えていることが果たして一般の考え方になっているのか、そういう時あるんですよ。裏の裏の裏の裏読みすぎて、自分がどっち側か分からなくなるとかあるんですけど、これは時間とともに、修行とともに、これは分かるようになります。はい、まあ、ということで、まあ、ちょっとね、深い話してしまったんですけど、まあ、相場の心理っていうのはね、これぐらい深く考えないとダメなんです。なんならこれじゃ足りないです。ただ私はね、先ね、どうやって考えていけばいいのかね、こちらヒントを与えました。はい、ものにするかは、このフレアの動画とか見たりとか、ね、私の X 見たりとか、 VIP ねチャンネル入ったりとかね、いろいろね、努力が必要です。ただこれをすることになったら、私のように、まあ、少なくとも私のようにやるか分かりませんけど、ただ私はまあこのようにね、まあ、トレードしてます。はい、実際にトレードで私は生きていってます。はい、そしてね、現在ビットコインのショートこちら持ってるんですけど、現在、まあ、このサポートで反発してるんですね。ここ6万300ドルのサポートで反発してるん で、流動性借り取り起きましたね。これ5万8375、まあ、全てのここに引き足ね、この安値を、まあ、借り取ってるんですよ。まあ、ここにストップロス置くんですよね、ロンガーって。ロンガーってここにストップロス置くんで、ここのストップロスを、まあ、借り取って反発してるんで、まあ、ちょっとね、反発する、ね、可能性が、ね、高いですね、これ短期的に。うん。反発は短期的におそらくしてくるかなと思ってます。で、じゃあその時に反発はどこまで見ていくかって言いますと、ここですね。20周移動平均線。6万4000から6万5000ドルあたりまで反発してくる、ね、可能性があります。で、まあもちろんね、こんなにもね、短期的に下落してしまってる以上、RSI も見てください、これ。日足で30以下。30以下になることってめったにないんですよね。30以下に入ってからって毎回回復してきます。で、前30以下になったのが、こちら、2023年の7月、8月か、8月ですね。はい。ビットコインが大きく下落した時なんですね。だから RSI が、なかなかね、重要な指標なんですよね、これ。はい。まあ、冷やしでかなり売られすぎてるんで、まあ、一旦反発ありえるんですけど、そのまま下落してくるパターンはありえるんですね。ただ、まあ、何を言いたいかと言いますと、これね、ちょっと売られすぎてます。4時間足の RSI もはみ出てるし、13とかね、行くことあんまりないんでね、13までね、下がっちゃってますね。プラス、まあ、重大なサポート反発してて、そして21周移動平均線ね、ちょっとレジスタンスしてて、ここね、赤線見えますけど、陰線見えますけど、拒否してましたけど、まあ、こちらね、多分ブレイクしてきてね、これ20周移動平均線ぐらい。まあ、6万5000、まあ、6万4000から6万5000でまたね、これ戻り売りのショートのね、展開ですね。チャンス来ますよ。まあ、6万4000から6万5000で自分だったらショート入れますね。はい。まあ、いい感じで反発してるんで。で、1時間見てください、これ。RSI がね、下がりすぎてるんで。で、上昇ダイバージェンスもこれ見られたんで。まあ、これはまあ、一旦反発する可能性が高くなってたんですね。これね、VIP トレードチャンネルで全部ね、リアルタイムの私のね、考え、タイムリーで全部ね、発信しています。これね、ロングとかね、ショート打ちたい方ね、まあ、バイビットおすすめなんですけど、まあ、短期的なトレードだったら、ビットゲットの方ね、自分ね、推奨します。だから、取引手数料が業界最安の 30% オフなんですよ。で、プラス、こちらね、梅雨得キャンペーンで、残り今日と明日、取引料と準入金が本人確認で、これで7500円以上もらうことができます。で、まあこれ一旦反発の可能性高いですけど、ただね、私が言いたいことは、最終的にはこれ下落してきますね、これ。こんな感じで下落してくると思うんで、反発したとしても。反発したら戻り寄り。で、どこまで反発するか、6万2000も一応ね、レジスタンスされるんで、6万2000で6万4000が6万5000で戻り寄りの展開ですね。で、こういったね、トレードの話したかったら、無料トレードグループにもね、皆さんね、入った方がいいと思います。で、無料トレードグループだったら、まあ、こうやって私も発言してますし、他の人も発言してるんでね。で、VIP トレードグループは私の発言とかね、ガチでトレードやってる人。ガチでトレードやってるとかね、いっぱい入ってるんで。で、VIP トレードグループね、これね、無料で入ることみんなできるんでね。はい。こちらね、入り方書いてます。で、無料で入りたい方は、この説明欄にある取引所、これを登録して、これをメインでこれから使っていく人だけ、永遠無料でね、こちらね、招待いたします。そうじゃない方は年会費500ドルとなるんですけどね。皆さんね、こちら、VIP、発言してます。私の発言見たい方、もっと深く知りたい方、私、ガチのトレーダー集めたいんですよ。ガチのトレーダー集めて、もう日本で最大級のガチトレーダー組で作りたいんで。皆さんね、第一人者となりたい方、
待ってます。連絡待ってます。VIP 待ってます。はい。そしてなんですけど、まあ、そのあたりの価格帯見てます。うん。で、短期的にだったら今ロング入れてもいいと思いますね。ロングね、今入れるのありですね、これ。まあ、損切りはこれね、5万8000とかですけど、まあ、ちょっと反発しちゃってるんで、ちょっとリスキーなとこあるんで、ちょっとギャンブルっぽくなりますけど、自分だったらちょっとね、置いときますね、これは。置いとくってか、ね、リスクね、犯す必要ないんで、わざわざ。ただ、リスク犯した人はね、もちろんいると思うんでね。まあ、推奨はしないですけど、このロングありですね。で、損切り、まあ、この辺ですよね。で、利確が6万4500とかね、そのあたりだといいと思います。で、逆にこのまま上昇してきたら、この20周移動平均線がどこにあるかなんですけど、まあ、大体6万4000が6万5000ドルぐらいにあると思うんで、そこで戻り売りの展開ショートで、上行き作れる可能性もあるんで、ただね、戻り売りのショートだから、損切りとか大きめに持ってね。まあ、ここですよね、言ったとしても。まあ、6万6500ぐらいが損切りのとこになってくるんでね。そんな感じで見ていきますね、自分は相場。うん。まあ、一応ね、これ戻り売りの展開なんでね、下がっていきます、どうせ。はい。で、ビットコインが下落してからだったらもう遅いんですよね。で、もうかなり下落してきました。7万3000ドルから現在6万ドルまでかなり下落してからなんで、もう遅いんです、今から利確したとしても。で、まあ、この動画ね、見てる方ね、多分ほとんどが、まあ、ほとんどかわかんないですけど、私の、まあ、視聴者はね、私と同じ意見だと思うんですけど、まあ、普通に私の動画見てなかったらね、おそらく運命線になってますよね、皆さん。はい。だから、普通に考えたら今、上の段階なんで、今も。だから、これさらに下がってくるっていうことですよ。で、見てるのがこの5万2000、5万3000ぐらいに今ね、ロングの差し値いっぱい入れてますね、ここ。ここまで来たら反発してきますね。これ、でっかいブロックあるんで。ここ反発してきてますね。で、まあ、下落をしてからではもう遅いんですよ。結果が出てるから逆に、まあ、下、結果が出てから、例えば上だったら、結果が出てから、だから上目線になっちゃうんですよ。で、下だったら逆に、下っていう結果が出てからだから下目線になっちゃうんですよね。それをよくね、理解しないといけないんですよ。まあ、X のレポートね、こちらね、公開してるので、まあ、X も見ていくようにしてください。で、昨日言ってたもう一つのレポートがあるんですけど、こちらですね。はい。これじゃないですね。で、本格的なビットコインのね、価格崩壊をね、警告してきましたが、まあ、この下落はね、上昇にしか過ぎません。まあ、20移動平均線のね、話ね、今日の話をね、まあ、こちら X のレポートにもあってます。まあ、ブレイクしちゃってるんでね、まあ、おそらくね、20移動平均線こちらね、もう一度ね、試してくることになると思います。ただね、最終的に、ね、下落してくると思ってるんで、まあ、戻り売りの展開っていうことでね、私は見ている状態ですね。